あれ持ってかんくていいわ。入ったちょっとは入ったけどさ。プリンセスホテル行くじゃんみたいなホテル。イエイイエイ。どうものりことです。今日は久々の家族旅行です。浜松、2年ぶりの浜松に行きたいと思います。浜名湖。ちょっとこんなすごい今いい天気なんですけど、昼から天気がわからないということで、行ってみてから今日何するかは決めようかと思ってるんですが、出発しようと思います。行ってきます。今9時ちょうど。来ましたか。猫背負ってます。餌もある俺も持ってきたな、あんたフラフープの1個これ映ってもわからんけど、ゆで卵持ってきた。タンパク質なんで坂東さんが持ってきとるわ。じゃあ出発。はい、レッツゴー。レッツゴーまで覚えてもらって、英語バージョンまで。本当だ、店舗休業中。ガチャガチャも何も店舗自体がもうやってなかったね。東郷サービスエリアも何もやってなかったので、浜名湖まで行くか。浜名湖サービスエリアまで向かおうかも。ガチャガチャは浜名湖でやろう。じゃあということで向かいます。浜名湖サービスエリア到着です。11時10分。2年ぶりここも。娘が2年前はここで起きて大泣きして。懐かしいね。覚えてる。大きくなったな本当に。でも鯉のぼり見つけた。本当めっちゃ鯉のぼり押してくる。娘が鯉のぼりを見つけました。はい、娘が鯉のぼりを見つけました。すごいね。ディレクターやで全部指示してくれて。こっちから鯉、こっちから糸。はい、行こう。ね、すごいね、新しいトイレって。モニターで何個空いとるかとか出てて。湖見に行こうよ。じゃあガチャかよ、先に。湖よりもガチャガチャか。かわいい。すごいいっぱい。虹色ね。コメさんね。あ、いいじゃん。これだよ。あ、いいじゃん。綺麗じゃん、すごい。やっぱりなんか気持ちいいね、すごい。はい、取ってあげる。あ、ここ写真スポットだって。はい、撮ります。こっち向いてください。こっち向いてください。おーい、このまま撮るの。よし、じゃあお父さんとも一緒に撮ろう。見たい写真とりあえず。あれ、同じラーメンにしたんや、結局。あ、今年ラーメン。ふわふわしてる。ね、2年で変わったな、ちょっと趣味も。可愛いのが好きになったね。この子のお母さんがいない。まさかと思うけど。はい、どうぞ。撮りました。撮れた。綺麗に入ったね、はい。まだもせるんだけど。うん、美味しいやん。うん。寂しそう。ママがいないと寂しそう。絶対俺やることになると思ったんだよ、もう一回。
よし行こう。早めのお昼ご飯食べられました。あごだしラーメン出してないけど俺は、そういうのはいいのか。2年前に浜名湖サービスエリアによって浜松旅行をしたんですが、まさか2年で娘に動画のディレクションをされるようになるとここで撮ってこうやって喋ってと言われるようになるとは思いませんでしたが、なんか昼から雨の予報だったんですが雨降らなさそうなので浜名湖パルパルに遊びに行きたいと思います。あ、出発します。はい時以来だな。でも多分迷っとってなんか怒っとった記憶がね、親がどこにあるんやって。観覧車が見えました。もう浜名湖絶対迷わんよね。でも浜名湖パルパル よっしゃパルパル到着。僕は多分もう子供の時以来お友達に会えるといいね。それかな今日はい、行くだう。面白そうだね、なんか。あ、いっぱい乗る、うん、よし、そうしよう。じゃあいいじゃん、いい天気になったやん。95あるね、あ、100すごいじゃん、大きくなったやん。行ってみる、恐竜のとこ。よし行こう。すごい雨、すごい雨やったね。ダンプを探すんだってよ、目。うわ、大人でも難しいぞ結構。かぼちゃみたいで、すごいすごいすごい、できましたのかんかん。面白かったね、楽しめたね。2年前に来た時では絶対に楽しめ、あ、ほんとややれるようになると楽しいね。ほんとだあ、すごいすごい。あっちのバックすごいいいじゃん、なんかこの観覧車すごい綺麗じゃん。いい観覧車だなこれは。でもほんとに3時30分、よかった、雨もなんとか持ってくれて、日差しも強くなく楽しめました。面白かったね、すごい楽しめたね。早いな、すごい帰りたいと思います。もうお金ないよ。お金パパの部屋に入れればいい。もうないよ、もうないよ今日は。よいしょ、よし、パパの部屋で入れてくればいいじゃんお金もうないって言ったらパパの部屋で入れてこい本当にちょうどだよ、車に戻った途端。本当にすげえいいタイミングだよこれ。相当お疲れやね、珍しいもんね、相当珍しいんじゃない。よっぽど疲れとったやない、線を出す。あ、あそこだ、あのホテル。うるさいこれだけ、これ外してないの早かったもんな、二人とも。めっちゃ出た途端どんだけ早く切りたいの。これライブとかの時ももう次の日までつけっぱなしにしとくタイプや到着です。台湾なんだっけ、ザ・浜名湖ホテル。これなかなかいいかも、軽いし。はい、すごいね。え、すごい、ここが変なホテルの色変なホテル好きやな、世界的な部屋。よかった本当だね、綺麗じゃん。どれ、勉強するの、勉強できることやったら。勉強ない、
これね、ちょっとそうだ、まっすぐ上から、あ、そうそう、さあさあさあ、静岡茶コーラ、うん、美味しい、静岡コーラ。なんかみんなが続々とお菓子と今ご飯食べてきたばっかりなのに、はい、どうぞ。何これ、めっちゃでかくない？380円したのこれ。え、言ったじゃん、だから迷った。値段聞いてなかった俺。おいしいって、でも美味しい。でもいつもね、ちょこっとしかいらないもんね、ポテトチップスと、お土産のポテトチップス美味しい。なんでダメなのよ。これが簡単やぞ、380円と知らされずに。あれあれポテトチップスでそんな高いと思わんかった。聞いてなかった。ダメだ。ちょっとむっちゃ入っとんのにマジでくれんねやけど。富士山が見えるって。本当に、うん、富士山ある？ある？どこ？富士山。いや、山のかけらも本当にないんやけど。上手な。ホテルのプールに行って、今日はその後はまだ未定ですが、行きたいと思います。おー上手。今日が逆じゃなくてよかったね、本当に。今日やったら遊園地とても暑くていけんかった。よし、帰ります。日華というところに来ました。子供も大人も楽しめるお菓子とかレストランがあるとこ。来てください。おー、いいね。帰りたいと思います。花を持ってね、はい、帰ろう。暑い。My thing is my time.